インターンシップ。学生が実際に企業で実習を行い、職業体験をする制度。明治の宅配専用の人気商品 R1 や LG21 といったヨーグルトから、明治ミルクレ元気といった乳飲料まで、明治の宅配における年間販売本数はなんとおよそ7億本。そんな明治の宅配サービスは全国およそ250万世帯が利用し、牛乳宅配市場シェアナンバーワンを誇ります。今回のインターン先は、明治の宅配サービスを実際に行っている清和ミルク。埼玉県を中心に宅配を行い、全国およそ3000店舗ある明治の特約店の中でもトップクラスの宅配保有件数を誇る宅配界の一流企業です。そんな清和ミルクでのインターン、見届けるのは、クールビズです。すみません、元サラリーマン増田岡田の増田です。インターン生を見守るインターンパートナーは増田秀彦。そしてインターンに参加する就活世代の芸能人は、こんにちは、倉沢しえりです。お願いします。よろしくお願いします。一回も職業体験とかしたことなくて、お本当に憧れてたんですよ、インターンというのに、うん、あそう、同級生とかみんなインターン経験してたんで、行ってみたいと思って。あそう、はい、ほんだインターン行ってみて、あこの会社は大変そうやから、もう入んのやめとことか、はいはいはい、そんな感じの聞いてました。じゃあそしたらインターンは大事やっていうのは分かってんねや。はい、うん、そこだけ分かってます。女優やモデルなどで活躍する就活世代のタレント、倉沢しえり。牛乳とかどう？牛乳は毎日飲んでます。あ、飲んでる。はい。おお。家に宅配ってしてもらってる？ちょっと今回初めて牛乳の宅配があるっていうのを知って、うん、知らんかった。知らなかったんですよ。世代的には知らない。我々昭和の子供はね、もう毎日こう朝ね、はい、起きて玄関のとこ行ったら、玄関のポストの横に木の箱があんのよ。木の箱？木の箱があんねん。それ牛乳屋さんの箱や。それ開けたら牛乳瓶が入ってんねん。牛乳瓶なんですか？瓶や、で飲んでそこ置いといたら次の日持ってってくれんねん、はい、飲んだやつも持ってってくれるんですか？そうやね、初めて知りました。ということで、元サラリーマン増田秀彦と就活世代のタレント倉沢しえりが、明治の特約店清和ミルクで1日インターン。すると、お元気さまです、清和ミルクで商品をお届けに参りました。ありがとうございます。一人1日100件の配達をこなす宅配サービスの魅力と、健康をテーマにお客さんといろんなお話ができる。あ、そうですね、すごく大事なことってことですよね、はいはい、新規顧客獲得のための知られざる営業テクニックが明らかに。御社でインターンよろしいでしょうか？まずは社長にインターンのご挨拶。失礼します。失礼します。失礼します。清和ミルク社長の松本です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。なんかよく母親が、はい、あ牛乳買い忘れたとか、はい、なんかよく言ってるんで、はい、確かに牛乳配達とかあったらめちゃめちゃ便利だなって思います、はい、そうなんです。牛乳宅配で、一番大事なのは、はい、やはりお客様にもうこれを飲んで健康になってもらいたいという気持ちを込めた挨拶ですね、はいはい、うちはお元気様という元気な挨拶と一緒にお届けをしてます。お元気様。お元気様です。これが合言葉で、はい、ではそしたらちょっと練習しとこう。練習、はい、 お元気様です。どうですか？いいんじゃないですか？はい、 OK です。ねえ、はい、ぜひお客様に元気をお届けしてきてください。はい、はい、いってらっしゃい、頑張って。ありがとうございます、はい、頑張ります。今回明治の特約店清和ミルクでインターンさせていただくのはご覧の2つ。まずはお客さんに商品をお届けする配達現場でインターン。清和ミルクは埼玉県に6店舗を持ち、およそ1万4000世帯に明治の商品を届けています。そんな宅配サービスを教えてくれるのは、清和ミルクで配達スタッフをしております、石井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まずは配達する前に宅配している商品を見せてもらいます。失礼します。わっ、あ、最高、涼しい夏場には最高ですね。最高、はい、ここは宅配商品を保管する冷凍室になっております。はい、もう全ての種類の商品がこちらの方にあるんですか？そうですね、20から30種類の商品が約4000本入っております。こちらの冷蔵室には1日に配達する牛乳やヨーグルト、コーヒー牛乳などが5度の温度で保管されています。中でもインターン生倉沢が気になった商品が、私毎日飲んでるのは R1 です。ありがとうございます来ました。でもなんか私の知ってる R1 じゃないです。あ、こちらがちっちゃ、はい、え、かわいい、はい、こちらが宅配専用のパッケージになっておりまして、はい、乳原料も工夫して毎日飲みやすいお味になっております。そう、セイワミルクで配達している明治の商品は市販のものとは違う宅配専用の商品。一体何が違うのか聞いてみると、宅配専用は瓶になってます。コンビニとかスーパーで売ってる R1 って瓶じゃないですよね。そうなんです、実際にこちらが、そうこれです、多分よく見る R1 なんですけど、ちょっと並べてもらっていいですか？はい、ぜひ飲み比べてみてください。飲んだら分かります？はい、ありがとうございます。毎日飲んでる方だったら気づくと思います、はい、あ、本当ですか？ということで宅配専用と市販品の R1 を飲み比べることに。まずは市販品の R1 から。美味しいよね、うん、いやもう安定に美味しいですありがとうございます。美味しいわ、安定にも、はい、R1 です、完全に R1 ですわ、うん、はい、続いて宅配専用の R1、 なんか柔らかいですね、サラサラしてますね、はい、なんか飲みやすいです。通常の R1 はもうちょっとドロッとしてて、はい、こっちの方がサラッとしてる感じするんですけど、うん、間違えてます？おっしゃる通りです。ですよね、はい、口当たりがいいようにマイルドな味わいになってますね、うん、毎日この市販の方の R1 飲んでる子とか多いと思うんですよ、はい、こっちの宅配専用の瓶の R1 飲んだら、はい、絶対こっちが好きっていう子多いと思います。いや、わかります。これあの R1 好きな人はぜひ瓶の方の R1 も飲んでいただきたいぐらいの、はい、ぜひ飲んでいただきたいです。なんかこういうのって毎日取った方がいいってよく言うじゃないですか。でも買い忘れることがよく私あるんで、はい、家に届けてくださるとすごいありがたいなってめっちゃ思います。配達する商品を知ったところでインターン開始。まずは宅配する商品を車に積み込みます。商品が倒れないようになるべくくっつけて密集させて、はい、どうですか？はい、バッチリです。バッチリですか？重たくない？あの女性でも持ちやすい重さになってるので、ね、これだったら私でもできます、うん、ちなみにセイワミルクでは一人の配達スタッフが1日に宅配する件数はおよそ100件だそうです。なので積み込む作業もスピーディーかつ丁寧に行わなければなりません。最後に保冷シートを商品にかけたら配達準備完了。お、よっしゃ、完璧です。じゃあ頑張って。はい、頑張ります。さあ、石井さんに同行して牛乳配達のお仕事を学んでいきます。インターン生倉沢を乗せた配達車はまず1軒目の配達先へ。なんか牛乳配達って朝の涼しい時間のイメージがあったんですけど、はい、日中でもするんですか？はい、昔よりも保冷がすごく効くようになったので、はいはいはい、40度の暑さでも8時間保冷が効くようになりました。あー、なるほど、はい、勝手に朝の仕事が大変だって思ってましたそうですね、今は9時から日中の16時ぐらいまでの配達なので、そこまで朝早く起きなくても大丈夫です。なるほど。走り出しておよそ7分、1軒目の配達先に到着。まずは社長も言っていたあの一言から始まります。お客様です、セイワミルクです。この宅配のお仕事、やっていて嬉しいことがあるそうです。こうやってメモが、素敵、はい、残ってることもあります。めちゃめちゃ素敵ですね、はい、めちゃくちゃ嬉しいです。お客さんからの感謝の手紙は
この仕事をやってよかったと思える瞬間なんだそうです。空き瓶を取り出したら宅配ボックスの中をしっかりと清掃。その後に蓄冷剤と商品を入れ蓋をして箱の外もしっかりと拭きます。その後、セイワミルクが配達で一番大切にしていることが。そうしましたら箱に一礼ですね。ありがとうございました。ここまでが一連の流れとなっております。はい、今挨拶されてたんですけど、はい、人がいないのに挨拶するのって何か意味があるんですか？そうですね、実際に中にお客様がいる時もありますし、はい、実際に配達員が来たという知らせる合図と、うん、あとは実際に元気な挨拶で配達すればお客様も笑顔になっていただけるかなと思って挨拶してます。うん、なるほど。じゃあ挨拶はめちゃめちゃ大事ですね。めちゃくちゃ大事です。はい、私も挨拶頑張ります。はい、頑張ってください。はい、続いてのお宅ではインターン生倉沢が配達に挑戦。ポイントは明るく元気な挨拶とスピード配達。しっかりと手順通りできるのでしょうか？お元気様です。セイワミルクです。1人1日100件も配達するセイワミルクのスタッフ。作業の目標は1件あたり30秒以内、スピーディーかつ丁寧に行います。ありがとうございます。どうでしょうか？バッチシです。バッチリですか？はい、またこちらのお客さんがね、はい、明治さんを愛してくださってますよ。上見てください、タオル幸せの黄色いハンカチのように本当ですね、ウェルカムですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。御社でインターンよろしいでしょうかは各週土曜夜6時30分から BSTBS で放送中。配信は TVer で。